はい、何か反応がありました。え、うなぎ？うなぎかアナゴか、うなぎかアナゴか、どなんだろう。このニュルニュルしたのもなんだろう。うなぎ？アナゴ？なんだろう。どっちか、ニュル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 。ニュル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 。まあ浜名湖なんでうなぎがいてもおかしくはないですけど、うん、ニュル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 です。すごい。エビでね、エビで、あのオキアミですね、オキアミで釣れました。あとね、よく調べてみますね。うなぎかな。ニャクニャクニャクニャって感じですね。ここのポイントでですね、一昨年前に動画も上げさせていただいたんですけど、この大きいねうなぎが2匹釣れました。もうこれちょっとそんなに大きくないんですけど、多分うなぎなのかな。そんな感じです。友人がマゴチアを釣りました。60センチオーバーですね。60オーバールアーです。ワーム、このワーム、クレイジーフラッパークレイジーフラッパーというワームです。結構ヌルヌル。乗せれないね。乗せてもヌルヌルして。おお。ね。いるだね。もう間違いなく60オーバーだね。